彼の努力か。はあ、また任務に失敗しちゃった。私ってどうしていつもこうなんだろう。アラディン、レオハルト、お疲れ。今日は大活躍だったな。今日はじゃなくて今日もだろう。女を撃つ帝国兵がいたんで熱くなっちまったぜ。退屈な任務だった。キングの俺様が本気を出すまでもね。あの二人いつも活躍してる。同じ狙撃兵なのに私とは全然違うな。どうすればあんな風になれるんだろう。強さの秘訣とかあるのかな。アラディンさん、レオンハルトさん、もしかして狙撃の自主練習してるの？ネージュ参ったな。必死こいて練習してるとこ見られちまったか。俺様は練習なんかしてねえ。たまたまここにいただけだ。銃は持ちながら言っても説得力ないぜ、レオンハルト。やっぱり二人ともすごいな。こういうところでも力の差がつくのかも。ところでネージュ、用があってここに来たんじゃねえのか。うん、実は。強さの秘訣ね。別にそんなこと気にしなくてもいいんだぜ。世の中の女はみんな俺が守ってやる。ネージも安心して俺の後ろにいればいい。バカか。戦場では男も女もね。銃を持ったなら撃つか撃たれるかだ。だがネージ、お前言うほど弱くねえだろ。狙撃兵の中でも訓練成績はかなりいい。はっきり言って優秀だ。そんな私なんて全然、本当に全然。ネージュっていつもテンパると顔が赤くなるな。そういうところ可愛くて好きだぜ。そんなことない。私訓練でうまくできても戦場だと慌てちゃっていつも周りに迷惑を。だから私も二人みたいに強くなりたくて。周りに迷惑をかけたくねえなら戦場に出なければいいだけの話だ。え？弱い心を叩き直してえだけなら他でもできる。だがお前は戦場に来た。それがわからねえなら本当の意味で強くなんざなれやしねえよ。レディーとの接し方がなってないな、あの男は。ネージュ、あんまり気にするなよ。どうしたネージュ、元気ないな。昨日のことを思い出してたので。なんだ、結局気にしちまってたのか。うん、キングの言うことはやっぱり違うね。なんだか圧倒されちゃった。確かにあいつは訓練校を首席で卒業して地位も実力も人気もある王様みたいなやつだが、子供の頃は強くなるために血の滲むような努力をしてたらしいぜ。そうなの？親が子より世間体を大事にする奴らでな、ほぼ虐待に近い英才教育を受けて育ったんだと。昨日みてえに自主練で顔を合わせた時、自慢話のついでにこぼしてたぜ。レオンハルトさんの強さにはそんな秘密があったんだ。あのアラディンさんの強さにもやっぱり秘密があるの？秘密ってほどじゃねえが、
俺には倒さなきゃならない相手がいるんだ。狙撃兵のトップに君臨するあいつに俺は今度こそ勝つ。それってもしかしてカイさんのこと？ワンショットキラーの。ああ、かっこ悪い話だが、俺は昔奴に勝負を挑んであっけなく負けちまったよ。狙撃には絶対の自信があった俺のプライドは粉々に打ち砕かれた。あの時の負けを身に刻むために俺は頭を丸めて自分を鍛え直すことにしたのさ。その頭にそんな意味が。アラディンさんもレオンハルトさんもなんていうかこう天才肌だと思ってたけど、強さの裏にはいろんな事情があったんだね。まあな、俺はカイに勝つために強くなる努力をしてる。レオンハルトだって昔はともかく今は強くなりたい理由があるみたいだぜ。理由？いや悪い、どうも可愛い子相手だと喋りすぎちまうな。これ以上勝手に言うと怒った王様に撃たれちまいそうだからやめとくぜ。そっか、私は何のために強くなりたいんだろう。大丈夫、ネージもすぐに答えを見つけられるさ。ならいいんだけど。戦場は緊張するな。でも頑張らないと。待て、レオハルト、単独行動は控えるんだ、戻れ。え、どうしたんですか隊長さん。いや、それがこの先の村に帝国の民間人が取り残されているらしいんだが、その話をした途端レオハルトが飛び出していってしまって。敵陣に一人で？危険すぎます。私助けに行ってきます。ネージが行くなら俺も行くぜ。あの王様のことは任せてもらえるかい隊長。アラディ、ネージ、すまない、頼む。任せな。キングの道を開けろ。俺様が行く。ひれ伏せ。当然の結果だ。
の。俺様が行く。ひれ伏せ。当然の結果だ。俺様が行く。俺様が撃ち抜いてやる。どけ。こら、レオンハルトさん。いて。じゃねえぜ。貴様、急に何のつもりだ。この俺様の頭を叩くなど。私は今怒ってるの。一人で飛び出すなんて危ない真似して。こんなこともう二度としないで。分かった？ネージュの意外な一面を見たな。仲間が危ない目に遭うと積極的になるのか。そういうのすごく大事だと思う。自信を持ってもいいんじゃないかな。おっと、あまり話し込んでいる場合ではないか。残りを片付けよう。見つけたぜ。下がってろ。やっぱ目立つか、この頭。見つけたぜ。撃ち抜いてやる。キングの道を開けろ。外すなんかありえねえな。俺様が撃ち抜いてやる。仕留める。身の程知らずか。ここは俺様のものだ。ところでレオンハルトさん、さっきはどうして一人で飛び出していったの？
俺様には探し人がいる。昔ストローク家にいたウバとその息子、俺様にとっては家族以上に大切な存在だった。だが帝国出身って理由だけで二人には連邦からスパイ容疑がかけられた。軍警察に追われて今も行方不明。今回帝国の民間人と聞きもしやと思ったが人違いだったみてえだ。だが二人は必ず見つけ出す。そのためならどんな戦場だって乗り越えてやる。そっか、レオンハルトさんは大事な人のために強くなろうとしてたんだ。だからアラディンさんと一緒に狙撃の自主練習もして。何度も言わせるな。俺様は練習なんざしねえ。そうだったね。ごめんなさい。私、今回のことで何かつかめたかもしれない。アラディンさんもレオンハルトさんも目的を果たすためにたくさん努力をしてる。私だってきっとできるはず。さっきみたいに勇気を出して。わかったな、レオンハルト。これからは単独行動は厳禁だぞ。お前誰に命令してる？何様のつもりだ？隊長様だっての。お前とか言うな。あんまやんちゃが過ぎると次は除隊させられちまうかもしれないぜ。俺様はキングだ。誰の支配も受けねえ。まあ同じ狙撃兵のよしみで俺がついとくぜ。今後は無茶をさせないようにする。助かる。頼むよアラディン。アラディンさん、レオンハルトさん、今ちょっといい？またお前か。今度は何だ？実はその少し聞いてもらいたいことがあって。俺女の子の真剣な瞳に弱いんだよ。何でも話してみな。あのね、私ずっと自分に自信がなくて悩んでたけど、二人のように強い人でも陰では努力してることを知って勉強になった。それで私も強くなる理由を見つけられたの。言ってみろ。私、弱い自分を変えたい。強くなってみんなを守りたい。だからこれからもっともっと頑張る。名前聞いてごめんなさい。でも私、目に意志が宿ったな。お前はここからだ。また言うだけ言ってどっか行っちまうし。ま、今のは王様なりの激励ってやつかもな。少しはお前を認めてくれたみたいだぜ。さっきのネージュ、なかなか決まってた。俺も応援するよ。ありがとう。私、その自分を変えたいって言うならまず落ち着くことから始めた方が良さそうだな。努力します。